天皇皇后両陛下は北海道と命名されてから150年を記念する式典に出席し2泊3日の道内のご訪問を終えました探検家の松浦武次郎が北海道と命名してから150年を記念する式典には天皇皇后両陛下が出席されました多様性ののある社会の実現にに向けてて確かな歩みをを進めていくことをここと決意し、 式典ではアイヌ民族の伝統芸能や餌し追い分けなどが披露され北海道の歴史を振り返っていましたまた両陛下は国内最大の恐竜全身骨格化石である向川流竜の一部をご覧になり陛下は全身が見つかっているのは珍しいんですかと熱心に質問していました2泊3日の日程で道内を訪問されていた両陛下は 新千歳空港から特別機で東京に戻りました。